クリストファー・エイドマンド、クリス・カークランドは、イングランドレスター・シャー・バーウェル出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。現役時代は、イングランド代表で調子を生かした、空中戦を得意としていた。1997年に練習生として、参加していた、コベントリーシティ FC と、契約、1999年にプロデビューを飾る。2000から01シーズンには、 マグヌス・ヘドマンに代わる聖人 K を任され、プレミアリーグで最も期待される若手キーパーとなった。翌シーズンにはチームは2部に降格したが、カーグランドは移籍金約900万ポンドでリバプール FC へと移籍。しかし、同時に加入したイエジー・ドデ,デクとのポジション争いに敗れ、控えに回る。2年目の2002から03シーズンには、ドデ,デクの不調により一時的にレギュラーの座を得るが、 足首の怪我により再びポジションを失う。その後は度重なる故障に悩まされ、出場機会を得るのに苦しんだ。2005から06シーズンは、ウエストブロムウィッチアルビオン FC へ起限付き移籍。聖守護神として安定したプレーを見せるも、シーズン半ばで怪我により、ポジションをとましく試着に譲った。2006から07シーズンは、ウィガンアスレティック FC へレンタルされ、 その冬にウィガンへ完全一席。2007から08シーズンには、背番号1を与えられ、キャリアで初めてシーズンを通じて、レギュラーとしてプレー。以後3シーズンにわたって守護神の座を保持する。しかし、2010から11シーズンの開幕2試合で10、失点を喫すると、同シーズンに、ボルトンワンダラーズ FC からレンタル移籍で、 加入していたオマーン代表のアリアルハブシにポジションを奪われた。11月には、故郷のクラブであるレスターシティ FC へ短期レンタルされ、3試合出場した後の1月にウィガンに復帰した。その後はアルハブシの控えとなり、契約上の制限でアルハブシが出場できないボルトン戦では先発メンバーとして出場した。2012年5月、 イングランド2部のシェフィールドウェンズデー FC へ完全一席。10月19日のリーズユナイテッド FC 戦で試合中にピッチに乱入してきたリーズのサポーターから暴行を受ける。大事には至らず、カークランドはフル出場し、犯人の男は後日逮捕された。2015年8月12日、ウェンズデーからの残留オファーがあった中で、 プレストンノースエンド FC との1年契約を結んだ。2016から17シーズンよりフットボールリーグ1のベリー FC に1年契約で加入したがリーグ開幕直前に同クラブを退団しプロ生活から一時的に離れることを発表した。2004年8月のクロアチア戦でイングランド代表として初招集を受ける。初出場はそれから2年後の2006年8月の ギリシャ戦。翌日、15年ほど前に、公認のブックメーカーに、息子が、イングランド代表になることに100ポンドをかけていた父、エディは100倍の払い戻し金である1万ポンドを手に、した。フットボールリーグ2の、ポートベール FC の GK コーチを経て、2017年、現在は、自身が設立した GK アカデミーを運営している。また、引退理由について、 キャリア晩年に鬱病を患い、プレーに支障をきたし、解放に向かっているが、現在も闘病生活中であることを明かした。ありがとうございます。